シのゲーム屋。皆さんこんにちは、キシと申します。さあ今日もですね、トータリーアキュレイトバトルシミュレーターやっていきたいと思います。もう名前が長いんだよな、バトルシミュレーターの名前は。はい、このゲーム神ゲーだということがね、前回分かりました。今日もですね、キャンペーンの続きやっていきましょう。はい、導入のですね、前回はこの心に響く音楽までやりました。今日はですね、はい、S ワードとカタパルトっていうところからね、やっていきましょうね。はい、こいつら S ワードっていう名前なのか、そしてこれがカタパルトか。おー、この岩を投げてくるのか。いやー、これはちょっと気が抜けませんね。穏やかじゃないね。絶対これ範囲攻撃でしょ。コスト3000か。めちゃめちゃ使えるね。もう手押し車でさ、もうスピード勝負。はい、暴走機関車行け。あー、岩を投げられたけど、はい、結構生きてる。よしよし、まずカタパルトをやるんだ。よしよし、いいぞいいぞ、カタパルト倒した。さあこの暴走機関車で敵を倒していくよっしゃ、勝ってる勝ってる、いいぞいいぞ。作戦勝ちですね。奇襲攻撃大成功。カタパルト早く俺も使いてえな。え、なんか王様みたいなやつがいるんだけど、身長めっちゃ高いで、なんかザビエルみたいな、なんだこいつ、魔法使いか。へえ、なんか今度はね、お城の前で戦ってるみたいですね。でもなんでお前らさ、このお城にさ、こもって戦わないの？なんでお前ら出てきた？なんかこのお城の上からカタパルトとか使った方が強そうじゃん。なんで出てきちゃったの？しかもこれハリボテですね。ハリボテの城ですね。あ、そっか、入れないのか、なんか。うっす、この城。よし、今まではこのカカシがね、なんかあんまり活躍できてなかったんで、カカシ部隊で行きましょうか。さあ、行け！カカシ先生！カカシ先生手裏剣じゃなくて大量のカラスを投げつけるということでね。よしよし、あ、なんか魔法使ってる、あいつなんか魔法使ってるぞ。おー、王様が来た。やべ、近寄られたらやべえ。よー、怖い怖い怖い。なんだこれ、なんだ、回復かバフか。いや、怖いわ。あいつから倒してえな。あ、倒した、オッケー。真剣部屋。王様弱かったな。え、今度王様とかカタパルト使えるようになってる。基本陣形ということで、基本陣形教えてくれんのかな。なんか空中都市みたいなところで戦うみたいですね。これ落ちたら大変だな。なるほど、これが基本陣形か。いや、このユニットの間に槍通すのやめてあげて。怖いよねこれ。この人に至ってはもう両側に槍の刃があるからね、怖いよね。大丈夫かこの基本陣形。こんだけ固まってんだからさ、もうカタパルトでやっちゃおうぜ。はいはい。挟まれちゃってんじゃん、なんか。さっき横に立ってたよね。なんだこいつら。そう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 、そうだよね。なんか腰引けてんだよな。お尻プリって出してさ、頼むよお前。でコストがあと100残ってるんで、まあ剣士をこの辺に配置して、さあカタパルトで範囲攻撃していく。おー、いいね。お、まだでも残ってんな。もう一発ぐらい撃ってくれ。早く、ついちゃうよついちゃうよついちゃう、早く撃て。よっしゃー、よし、あと2人だけだ。よし、こっちはあと剣士もいるし、3対2だ。よしよし。あ、カタパルトやられた。剣士、お前が頼りだ。おーい、お前、カタパルト、お前、剣士もろともやるなよ、お前。さあ、あと1体。もう俺が動かすしかねえな、これは。よしよし。撃て！よっしゃー！勝ったー！お前も吹き飛ばされてんのか。お前はもう持つ必要ねえだろ、そこ。さあ、さっきと同じような感じだね。同じ戦法で行くわ、じゃあ。はい。安定のカタパルトですね。まあ、また、後方に剣士を置いて遅れてやってくると。よっしゃ、行け、カタパルト。撃てー！おぉ、強えな、カタパルト。これでほぼほぼね、やっつけられますね。いい感じだ。あー、3人生きてるよ、でも。まだ気抜けないね。よしよしよし。おぉ、カタパルトだけで勝っちゃった。いや、カタパルトマジ面白いけど、相手にもなんかカタパルトっぽいやついるよ。なんだこれ、バリスタだよ多分。はい、バリスタって書いてありますね。なんかプルプル震えてんだよな。落ち着きないんだよな。早く撃ちたい、早く戦い始まんないかなっていう感じだね、なんかね。もう撃たせろ、早く撃たせろや、もうこれ面白いんだからっていう感じだね。いや、怖そうだ。さあ、そして盾兵が固まっている。この盾兵はやっぱカタパルトでね、これ倒しちゃった方がいいんじゃない、一気に。で、余ったコストは、はい、また剣士ね。今んとこカタパルトと剣士しか使ってないんだけど。はい、行け、カタパルト発射。よっしゃー、これでもうほぼほぼ倒せてるんだよな。あー、バリスタでカタパルトがやられた。よし、あとはバリスタだけだけど、近づけるか。範囲攻撃だったらやべえぞ。あー、撃たれるよ。あー、撃たれたけど、まだ生きている。まだ私の部隊は生きている。よし、行け、バリスタを倒せ、バリスタを倒すんだ。
わあ、至近距離で撃たれる。おお、うえ、おお、生きてるぞ。おー、すごい体勢になってんなお前。あだだだだだだだって挟まれちゃってんじゃねえかお前、弓矢に。はい、ミノタウロスということでね。いるね、ミノタウロスが。ミノタウロスなのか、なんか可愛いぞやけに。頭でけえ、足細え。あとは長槍を持った兵士ですね。ミノタウロス、これほんと強いのかな。今回は範囲攻撃じゃない方がいいということで多分ね。よし、敵は少ないからもう数で攻めましょう。こんな感じに中央にね、ナイトがいて、でね、それを囲むように、はい、弓矢を使う奴らを並べました。よし、これでいけんだろう。よしよしよし、いけ、弓矢を放て、ミノタウロスに。ミノタウロスがね、あー、ミノタウロスが弓矢兵をやっている。弓矢兵囲んでミノタウロスを撃つんだ。撃て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 、どんどん撃てどんどん撃て。あー、めっちゃ刺さってるぞミノタウロスに弓矢が。よしよしよし、なんとか弓矢でやるんだ。あー、厳しいかな厳しいかな。いやー、ミノタウロス体力ありすぎこいつら。うわ、もうめちゃくちゃやってんだけど。めっちゃ弓矢刺さってんのにめちゃくちゃやってる。よし、剣士部隊がミノタウロスのところに、お、ミノタウロスのところにね、剣士部隊が合流した。いやー、これは数で攻められるか。いや、めっちゃもうなんか引きずってるもんな、ユニット。いや、こいつマジ強いんだけど。いやー、引くぐらい強い。いやー、あっちはな、あー、ミノタウロス一体も倒せない。あ、一体倒した一体倒した一体倒したぞ。よしよしよし、うまくやれば倒せるか。あー、でもユニットが減ってきた。2対1、これは厳しいか。うわー、やられてるやられてる。うわー、なんとか勝ちたいなんとか勝ちたいけど、うわー、どうだどうだ。あー、やられたー、くそー。わかりました、これもう弓兵じゃない方がいいね。もうね、剣士をね置きまくろう。あ、なんか屋根にまで置けたんだけど。え、ここに弓兵置いたら最強じゃね。ここに弓兵を置きまくって、あ、こういうとこにも置けるよめっちゃいいじゃんこれなら。あー、落ちちゃってる落ちちゃってる。お前らそこでそこに残ってろって。あー自滅してんじゃねえか。うっそー、ステイすればいいもの。あ、結局登れてんじゃねえか。しかもなんだよ。あー、このステージここも登れんだね。なるほどね。ダメだ、作戦失敗だ。もう当初の作戦でいこう。もうね、数で勝負。もう剣士を大量に並べました。よし、もう数で攻めるぞ。もうミノタウロスが強すぎるからさ。もう相手がね、少数精鋭ならこちらは数で勝負だということでね、ちょっと視点を変えましたね。よーし、囲むんだ、ミノタウロスを囲め。さあ、大量の剣士でミノタウロスを取り囲んでボコボコにしていく。今度は勝てるかどうか。どうだどうだどうだ。いやー、強いけど、お、一体倒した、ミノタウロス一体倒した。これはいけるぞ、これはいける。勝機あり、勝機ありだ。よし、叩け叩け叩け、おら、切り込め切り込め、倒せ。うわー、でも強えな、やっぱ相変わらず。もうなんか両手でさ、もう引きずり倒してるもんな、もう剣士を。あ、勝った勝った、よっしゃー、作戦大成功。はい、次です。大体氷弓兵だけということで、大体ってのが気になるけど、はい、盾兵と氷弓兵が確かにいますね。なんかどっかに隠れてんのかな。含ませてるよね、大体って。また木の陰とかに隠れてんじゃないの。出てこいや、ほらどっかに隠れてやがるだろう。んー、何もいないですね。なんだ、取り越し苦労だったか。え、ってかさ、さっき敵だったさ、ほら、バリスタ、そしてミノタウロス、え、ゼウスとかいいんだけど。はい、ゼウスこんな感じです。雷持ってんな、これ。雷投げて戦うのかな。いやー、神様なのにちょっと異変がないはい、というわけでゼウスのテストをしたいんですけれども、後ろはですね、このヘビ弓兵ってやつをね、配置してみました。弓矢の代わりにね、これヘビを射る感じかな。弓もヘビになってる、かわいい。で、矢もヘビと。面白いね。刺さんのかな、このヘビ。さあ、いろいろと注目すべき一戦ですね。さあ、お、雷どんどん投げていく。ゼウスにめっちゃ弓矢刺さってるけど大丈夫か、神様。いや、でもめっちゃタフだな、この神様。あ、凍らせられてるんだけど、弓矢が。あー、弓矢兵が凍ってる。よし、あとは弓兵だけだ。倒せ倒せ。お、弓いってる弓いってる。おー、刺さんないで。はい、ヘビがですね、敵に向かって襲いかかると。これおもろいな。あ、デコイになってくれてる。よし、今のうちに。ゼウス凍ってる場合じゃねえぞ、雷を早く投げてよちよち歩きになってるよ、おじいちゃん。おじいちゃん頑張って、おじいちゃんよーし、でも弓兵だけでね、結構やれてますね。このヘビだけでいい感じに倒せてますね。おー、倒した、おじいちゃん復活。さあ、今度はイノシシとクマでございます。
イノシシとクマ、イノシシいる？なんかクマはね、はい、こんな感じで被り物をしてるやつがいますよね。クマの被り物みたいな。クマの被り物なんか瞬きしてるよ。生きてんの？どうかな？強いのかな、こいつら。お、コスト4800。ゼウス2体置けるじゃん。いいじゃん。ゼウス2体と、あとは盾兵で、はい、守ってもらう感じにしましょうか。はい、これでいけんじゃね？はい、このクマの被り物男がどれだけ強いかだよね。さあさあさあ、あ、ゼウス倒された。あ、起き上がったぞ。結構タフだね、やっぱ。しかもね、この雷ね、結構ね、伝染するんだよね。あ、なんか、え、なにこれ、状態上。あ、なんか狂乱状態みたいになってる。え、強い強い強い。めっちゃ無双してるぞ、このクマ男。やべえ、ゼウス一人やられた。あー、タイマーになったぞ、タイマーになったぞ。どっちが勝つ、どっちが勝つ。このクマ男、相当雷が刺さってんのに。あー、ゼウスやられてしまうのか。お、すげえ、なんか。なにこれ。魔法でですね、逃げられないようにしてますね。いや、あのクマ男相当強いんだけど。さあ、今回も数で攻めてみましょう。相手飛び道具使うやつが全然いないから、長弓兵で、もう数で攻めようか。バーって置いちゃおう。いや、リーチで勝てると思うんだよね。あと弓兵もちょっと置いとこうか、後方支援で。はい、明智軍大量の弓兵を雇いました。なんだこいつ、ちょっとポーズがセクシーだぞ、一人だけ。なんかモジモジしてやがる。いや、戦場ではですね、武器の性能がね、大事になってくるんだけど、リーチかなり大事になってくるんだよね。かの有名なね、織田信長もめっちゃリーチが長い武器使ってね、勝ったって聞いたんで、いや、信長戦法でいきましょう、今回は。いけー、さあ、槍で潰せ。おー、一気に倒したぞ。よし、盾兵槍で結構やられたぞ。よし、いい感じいい感じ。今のところ作戦通りだ。さあ、問題はこの斧兵、斧兵をですね、槍でやれるかどうかっていうところがポイントになってきますね。さあ、数で囲めばやれるんじゃないかということ。お、倒した倒した倒したか、倒した。お、倒した倒した。よし、いいぞいいぞ。よし、あと1体あと1体あと1体、こいつをやればもう俺の勝ちだぜ。オッケー。なんか避けてるように見えるけど、マトリックスみたいに。すげえな、かっこいいな。でも倒されちゃってんね。さあ、終盤に近づいてきました。中級軍隊ということでね。やべえ、勝てる気がしねえんだが。さっきのクマさんが3人もいる。しかもかわいそう、真ん中のやつなんか斧顔に当たっちゃってんじゃん。あの、すいません、やめてもらえます？あ、何が？これ完全にいじめだよね。お前もなんか言えよ。おい、やめてやれよ。いや、クマの方が話すんかい。あ、このいじめっ子、クマ目ない。へえ、個体差あるね、やっぱ面白いね。さて、どうしたものか。今度は弓兵もいるからな。よし、じゃあ攻撃力のあるバリスタをですね、後方に置いて、で、ミノタウロスでまず突っ込んで、ちょっと攪乱して、で、その攪乱したところをゼウスの雷でやるという作戦でいきましょう。さあ、これでどうだ。いけ、ミノタウロス、まずは攪乱するんだ。攪乱して雷を巻きまくる。そしてバリスタ、おー、バリスタバリスタ、おー、クマ男倒したぞ、一撃だ。強い強い強い。いいぞいいぞ、この作戦。さあ、ゼウス頑張れ。お前が頑張ってるうちにバリスタで、はい、よっしゃよっしゃよっしゃ。いいぞいいぞいいぞ。勝てるんじゃねこれ。よし、中級軍団敗れたりか。あー、まだまだクマ兵がいる。クマ兵をバリスタでやりたいけど、あー、ガードになっちゃった。あー、あと1体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 だ。この盾男だけだ。よーし、倒せ倒せ倒せ。撃てー撃て。よし、倒したか、やったか。あ、まだこいつ生きてる。バタバタしてる。お前らお前ら、ちゃんとちゃんと狙えよ。もう俺が動かすしかねえ、俺が動かすしかねえ。よし、どいてろどいてろ、お前らどいてろ。撃て撃て、よっしゃ。あれ、誰かが生きてるんだけど、どいつだ。え、なんでこれ勝てないの。バクった。みんな倒されてるような気がするんだけどな。ちょっとわかんねえや。もう一回やろうぜ。そう、せっかく勝てたのに、もう一回やっていく。いやー、また同じ結果になるとは限らないよな。なんか悔しいな。撃て撃て撃て。あー、ゼウスボロトもやってしまった。ゼウスに弓当たってたぞ。お前ら。よし、撃て撃て撃て。あ、凍らせられる。やばい。あー、やばいぞやばいぞやばいぞ。今度は負けるかもしんねえな。すげえ、お前どんな歩き方してんだお前。どんな歩き方してんだ。あー、あーあー、どうなんだろうどうなんだろう。これ勝てんのかな。よし、あとは俺がやる。よーし、あと1体あと1体いけ。ヘッドショット、おっしゃ、倒した。いやー、強かった。次なんだ。うわ、最後だ。ロングシップだって。何ロングシップって。船船船がある、船がある。え、なんで陸地なのに船。あー、そういうこと。担いじゃってる。バイキングみたいなやつがね、すっげー担いでるよ。そんなに腕ピーンって張らなくてもお前ら辛いだろう。何この意味わかんないユニット。
引っ張った方がいいんじゃねえ、カツグルよりも。いやなんか見た目はすごそうだけどな、どうなんだろう、強いのかな。はい、というわけでコスト6000ですね。ゼウス3人で行ってみましょう。はい、範囲攻撃範囲攻撃、いけいけ範囲攻撃。え、船弱くね、何もしてこないんだけど何もしてこない何もしてこない。はいはいはい、あっという間にやられていくよ。もしかして天敵かな、ゼウスめっちゃ弱いんだけど。え、これ最終戦なんだよ。さっきの中級軍隊のが強かったぞ。はい、勝っちゃったよ。ノーダメじゃねえか。氷に沈んじゃってるもんな、船が。もう飛んだ、もう弱船だな、これ。はい、ありがとう、ということでね、これチュートリアルだったっぽいね。いやー、チュートリアルだったけど、結構ね、歯応えがあるステージばっかりでしたね。はい、まだまだね、キャンペーンいっぱいあるんで、すげえ数だよ。すげえ数。これからもですね、キャンペーンどんどん進めたりとか、あとね、隠しキャラがいるって聞いてたんで、隠しキャラをゲットしつつね、自分のね、オリジナルキャラ作ったりとかね、このゲームも精力的に実況していきたいと考えておりますので、ぜひぜひ皆さん、面白いと思ってくださったら、高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは、動画最後まで見てくれてありがとう。またね。